助かったぜ、サンキュー。うん、うん。お前は私の嫁にする決定事項だ。異論は認めん。はあ、なんだ、もう朝か。いつの間に入ってきたんだ。ああ、バカバカ隠せ。もう朝か。ナウラ、お前また今日は、うん、裸ではないぞ。夏の終わりに縁日デート、これって今年できたアミューズメントプールのイベントか。ここ行ってみたかったんだよな。そうか、行きたいか。へえ、縁日広場で浴衣のレンタルもしてるのか。浴衣を着てみたいのだ。お前とお二人で。じゃあ行くか、みんなで。お大丈夫かどうかは私が決める。その声ラウラか。せっかく水着に着替えたんだから、いちかに見てもらわないと。笑いたければ笑うがいい。おかしなところなんてないよね、いちか。うん、かわいいと思うぞ。そうか、私がかわいいのか。そのようなことを言われたのは初めてだ。かわいい、私がかわいい。ラウラ、大丈夫か。ラウラどうしたの。かわいいと言われると私も、ひょっとしてまだ照れてたの、ラウラ。薄手でインナーが透けて見えるんですね。ラウラはどう。白か。悪くはないが、今着ている色だぞ。せっかくだから試着してみたら。いや、めんどくさいわ。なしで。ラウラ、その服かわいいな。服だけか。もちろんラウラが一番かわいいさ。バカ者。少し可愛いのがいいな。綺麗。妖精みたい。ラウラ、靴まで用意したのか。驚いたぞ。よし。おお。お前もそんなことを気にするようになったか。年頃だな。違うのです、教官。決してそういう浮ついた気持ちでも。どういたしまして。せっかくだからそのまま着てればよかったのに。いや、その、なんだ。汚れては困る。もしかしてお披露目はいちかにとっておきたいとか。断じて違うぞ。これはなんだ。本当にパジャマなのか。にゃ黒猫と白猫だ。なんか二人揃って面白いっていうか、かわいいな。かわいい。そっか。かわいいか。お前がそう言うなら悪くはないな。時々は着ることにしよう。ふん、黒ウサギ隊の本領発揮というわけだ。ラウラ、
てか、なんだこのセット。いちか、ダーツで勝負だ。ああ、ダーツはやったことがあるぞ。なんと豪華景品付きだ。辛口なしだぞ。なんだこれ。それは、私の水着。どういうことだ。予算の都合で、景品の一部は、ボーデビヒ様私物を使用させていただいてます。え？お前が欲しいというのなら。こうやって。こうなったらゲームオーバーな。そうなんですの。よくわかった。可憐だ。ラウラの目って、綺麗だな。宝石みたいだ。お前は襲われたというのに、何を本気だ。普段見られないから、つい。綺麗って。いちかが私のこと、綺麗って。でも、タイミングよく来てくれたな。それはだな。いちかと二人きりになる機会を伺っていて。目標を撃破する。いちか、お前はどれがいい？これは。おい、ラウラ！いきなりなんてもの見せるのよ！いちかの目を閉じてください！私は嫁の趣味を聞いているだけだ。嫁の趣味？そして、このシワパンこそが男の好感度を上げる至高の下着だそうだ。至高の下着。もうデザインは悪くないな。行くぞラウラ。いちか。目標に制圧完了。ラウラ、そっちは？問題ない。目標3、制圧完了。クレープ2つください。ミックスベリーで。ああ、ごめんなさい。今日ミックスベリーは終わっちゃったんですよ。ああ、そうなんですか。ラウラ、別のにする？ああ。じゃあ、イチゴとブルーベリーをくれ。これ美味しいね。そうだな。クレープの実物を食べるのは初めてだが、うまいと思う。ふっ。私が見せてやろう。真の恐怖を。その全身に刻みつけてやるぞ、イチカ！無理だろう。いや、やつだけは落とす。援護するよ、ラウラ。ん？どうした？これはなんだ？それは和菓子だよ、ラウラ。よかったら一つどうだ？うまいから食べてみろよ。おいしい。そうだな。裸エプロンかな。バカ者！誰がそんなおかしなことを！
お願い、ラウラ。かわいいよ、ラウラ。うるさい、うるさい、うるさーい。今日は一日、ラブラブしちゃおうか。私。てめえ、ラウラに何やった。こうしてると、まるで眠り姫だな。